コメントで、はい、神的なものをどう捉えてますかみたいな、はい、いやこれがあの INTP の頭の中というので、はい、いやその INTP の方が何考えてますか、はい、神みたいなワードが出てきたので、はい、神様のこと考えてますよみたいな話をして、はい、神の神様ってどうやって捉えてますみたいな話をしたコメントに、はい、INTP さんから、はい、面白い議題だったのでコメント失礼しますと。この方もですね、はい、何考えてますかって言われると別に何もみたいなことを答えてしまうが、はい、考えるのは好きなので、はい、何かしらいろいろ考えてると、はい、でじゃあ神様はいるか否かについては、はい、いると信じる人間の数だけ神は存在し得るのでは、はい、と答えると思う、はい、それは概念として、はい、社会におけるシステムとして、はい、人類よりはるかに高度な知能生命体が存在しており、はい、そうした存在によって社会は形成されたと位置づけた方がいろいろと都合が良いことがあるからだと思いますと、はい、社会におけるシステムとして人類よりはるかに高度な知能生命体が存在していて、そうした存在によって社会は形成されたと考える方がいいだろうと、はい、その人類が生きていく過程において技術の進歩が発生したことにより位置づけ続けるには不整合な部分も増えてきてしまった。しかし信じがたい人にとっては不整合な部分は切り分けて考えてしかるべきなため信じることへの支障はない。これが勝手な解釈だと。そういうのが現在なのではないかと考えると、まあ、つまり人が作ったって話ですよね。その人類が生きていく過程において技術の進歩が発生したことにより位置づけるには不整合な部分も増えてきてしまった。かっこしかし信じがたい人にとっては不整合な部分は切り分けて考えるべきなため信じることへの支障はない。つまりこう神がいるじゃない、いるっていうか神は人が作り出したものだっていう発想ですよね。今そのこと書いてありました。書いてありましたよ。このつまり社会を維持するために人が作った、そうした方が昔は都合が良かったからそう成り立ったんでしょって。神みたいな存在がいるんだ、人の上には上位に、人の上位には神みたいな存在がいるんだってした方が社会的にうまくいくからそういう風になった。けど科学の進歩につれてそれでは辻褄がだんだん合わなくなってきたから今のこういう状態になってる。もう一回読んでいいですか、はい、一番初めから、はい、社会におけるシステムとして、はい、人類よりはるかに高度な知能生命体が存在しており、はい、そうした存在によって社会は形成されたと位置づけた方がいろいろと都合が良いことがあるからだと思います、はい、っていうのが神っていう存在を作り上げた理由ですよね。人々がそれ、これってそういう意味なんですか、はい、僕がこれを読むと、はい、あ、なんか人の中に神様みたいな、はい、ではない人がポコンって得意に存在していたってことが書いてあるのかなって読みましたけどね。システムとして作り上げたって話じゃないですか。あ、なるほど。それは概念として、はいはい、概念自体が社会におけるシステムとして、はい、人類よりはるかな高度な知的生命体が存在しており、うん、そうした存在によって社会は形成されたと、あ、都合が良いからだってありますね。その方が都合がいいからっていうのは、つまりこう人が都合がいいからそういう風に存在を仕立て上げた。これね、僕の国語の悪い癖なんですけど、はい、自分がそうだと思うところにバッてスポットが当たって、はい、あ、この人は、はい、その人類よりはるかな高度な知的生命体が、はい、なんか人に混じってね、はい、存在しているって書いてるなってずっと読んでたんですよ、はい、でそれが神っていうことじゃないですかって話ですよね。まあだから宗教的な神ですよね、ここで言う神が。そういう神はっていうのは、その宗教的な神ですよ。創造主がいて、はい、創造主が人を作って、結局それは人が作ったものだよっていうことですね。っていうふうに人より上位になんかそういうものがいたとした方が社会、神様がこう言ってるみたいなことは言えるわけじゃないですか。神様はいつも見てるよ、俺もその言うことを聞いてるよって俺もちょっと偉そうにしてるけど、だから悪いことすると罰が当たるよって、神様見てるからって言えるから多分そういう存在を作ったみたいな。なるほど、はい、あ、これが国語、なかなか5は取れなかったんですよ。4止まりだったんですよ、はい、この辺ですかね、自分の思い、思いが合致すると、はい、いい点が取れるんですけど、はい、なるほど。ちなみに神はいないと思う反面、はい、
明日も平和に過ごせますようにと祈る点については、はい、自然崇拝という考え方に由来しているのではと考えていると、はい、古くから自然災害を別の何かに捉えて沈めようとしてきた我々なので、はい、神はいないと思いつつもそれはそれとして、はい、神に祈るっていう行為それ自体が生活に染みついた概念の一部ゆえに矛盾をはらみながらも無意識でそういうのが行ってしまえるというふうに感じると、はい、うん、とはいえまあなんかこの人もそういうのは過去にいろんな動画を見て自分の中にこうやって染みついたものが出てきている受け入り的なものではありますがと、はい、まあ、文化ですよね神に祈る体調は全くそういうのがないですもんね。例えばでも、はい、神棚もないですね。よくその商売する人って、はい、神棚置いた方がいいとかってやるわけじゃないですか、はい、で朝起きたらパンパンみたいな、はい、なんか合わないですもんねインテリアとしてなるほど、はい、別に置いてもいいんですよ合えば。あ、インテリアとして、インテリアとしてで神は、まあ、その神棚を置いたからといってうまくいくとは思ってないんで、なんか儀式として祭り飾り物として、あの初詣と一緒ですよ、あ、祭りですよ。なるほど、はい、僕あの5月ぐらいから毎月大岡参りに行ってるんですね、はいはい、よくなんか本とかでもありますよね、はい、なぜエグゼクティブは、はい、あの神社に行くのかみたいな、はい、本がたくさん出てるんですけど、はい、であの月に1回お墓参り行ってるんですが、はいはい、ま、今はエグゼクティブではありません、はい、ただ行って思うのはなんか引き締まる感はあるんですよね、うん、あとなんか、まあ、根拠はないんですよ、ただ、はい、いいことしてるな感、はい、とアファメーションですよね、はい、アファメーションっていう、なんて言うんだろう、神がいないにしても、はい、ご先祖様のことどう思います？お墓、鶴竹のお墓、まあ、別に何も思わないですよ。年に何回かお墓参りに行く。鶴竹のお墓って言っても鹿児島ですから。あ、そっか、はい、でうちの母親が亡くなったので、はい、実家の近くにはあります。母親のお墓ですよ。だからあ、それは愛知県。愛知県。あ、それは年に何回か行く。お盆と正月ぐらい。あ、でもそれは僕が言うアファメーションとかじゃなくて、はい、お母さんと話に。お墓にはいませんって言うじゃないですか何でしたっけ歌。あ、それはお墓の前に泣かないでください。それはいつも横にいるからってこといや、お墓はお墓にいるわけじゃないんだよって話じゃないですか。じゃあお墓参りは何しに行きますか。お墓参りは綺麗にするために行くんですよ。草ぼうぼうになったりとかすっごい折れるじゃないですか。そこまで話がありませんか。はい、なるほど。お盆は戻ってくるから、そもそもそこにはいないって話ですよね。お盆は家にね、家に戻ってくるからお墓にはいないって話ですよね。じゃあお盆じゃない時に会いに行けばいいじゃないですか。別にこう仏様に毎日こうやってたりすればみたいな。やってないけど。やってないけどこの辺それってもう文化なのかなって話ですよ。お墓参りっていう文化習慣、あ、別にそれがいいとも悪いとも思わない。いいとも悪いとも思わなくて、別に、まあ、文化だから、いいと思う人が思えば行けばいいしそうで、本当にこうなんか願い事じゃないけど、願い事はしないけど、まあ まあね、アファメーションって願い事ですもんね。でもこうお墓の前で願い事したことはないんですよね。なるほど、はい、で願い事をしたとしてもそれが本当に叶うとは思ってない。あ、それはもうアファメーションですから。なんか形文化じゃないですか。うまくいってますようにみたいな。そんな感じです。あの僕も、うん、俺が守ると、はい、君が受け継いできたものは俺が守るよ、はい、だから元気玉と一緒ですよね、悟空の、はい、力を分けてくれですよ、はい、手やりにいってる感じです。でそうやって言ったとしても、はい、本当に力を分けてもらえるとは思ってないっていう感じです。だから文化ですよ。習慣文化。あ、僕は思ってるんですけど、ね、はい、あ、勝手に出てくるとは思うんですけど、こういう時にはこういう風にするっていう文化みたいなもんですよそれが染みついてるみたいな。なるほど、はい、一応これ NF タイプと、はい、SP タイプです、はい、皆さんこれを聞いてなんか体調にアンチコメがいけばいいのにな、まあ、別にお墓参りを舐めるなってまあ舐めてないですよ。好きにしたらいいですもんね。なるほど、はい、というところで、あ、はい、コトーさん、ドクターコトーさん、ごきげんよう。ごきげんよう。はるかに高度な知的生命体、宇宙人説を信じるかどうかの話かと思ったわらと、まあ、話し方がね、知的生命体的なことを言うから、そう、だから僕はじめあ、だからまあ人の中にそういう人がいて、はい、
っていう風に受け取ったんですよ、はい、でもなんか読む人によっては、はい、っていう思ったんですけど4回ぐらい読んで、はい、ああ確かに概念としてとか、はいはい、でもまあ感じ方は自由ですよね、はいはい、アヌンナキあなんかもういろんなあなんか聞いたことあるなちょっとアヌンナキって都市伝説チャンネル僕アヌンナキって調べていいですか、はい、古代シュメールアッカドアッシリアの神々の一種と書いてありますねあ地球にシュメールの神々は宇宙から飛来し、はい、地球に文明を授けた、はいはい、惑星ニビルと異星神アヌンナキ、はい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 、聞いたことありますあこれはムーの視点らしいですね、はい、ムーの視点からなんかそのそういう石像にもなんか翼の生えた人が、はい、こうやって人に何かを与えている、はいはいあコータさんごきげんようごきげんよう行動が変わると潜在意識が変わるんだと思いますと毎日1分でも手を合わせるということは感謝したり祈る時間が増えるので少しずつ潜在意識が変わり少しずつ現実が変わるんだと思いますこれ多分我々 NF 同盟ですわかんないですけどねバカにしてるだろ NF をバカにしてないですよ意識が変わる、はい、だから文化じゃないですか、はい、別にそれを否定してるわけじゃない好きにやったらいい好きにやったらいいというかなんかそれぞれ信じるものがあるわけじゃないですかそれが神だったりご先祖様だったり、うん、なんかジンクスみたいなものだったり信じるものがあるっていうか、はい、何を信じればいいんだろうねと思ってやってますよ神に祈るときじゃなくてこれすら、はい、若参りのこれすらこれ本当にいいのかなっていいのかなっていうかこれはアファメーション、はい、でいとりあえずやるって決めたからやるそれってまあ継続の力なりっていうのでやってますつまり神を信じてない感じじゃないですか神というか、はいまあ、日本は亡くなった人は神になるわけじゃない神になるっていう考え方もあったり、はいはい、あのでも神社に行くって何に祈るんだがあったとする、はい、だとまあとりあえずお墓でいいか、はいまあ、一緒のことですよねだからやってることはアファメーションアファメーション二等辺の場合はアファメーションなわけじゃないですかアファメーションですそこの向こうに本当に神だとかっていうよりはアファメーションって言ってる感じがするんですよねそうですねあとはまあなんだろうねこれはなんかなんだろうねとは思ってます、はい、でもこれやるといいことやってる感はあるんですよはいその、うん、でそれってまあなんか人それぞれ何かを信じてるわけじゃないですかああそうですね何かを信じてますね何かを信じてるわけなんかこう具体的なんか説明できないけどなんか何かを信じてるわけ何かを信じてる、はい、高度なものです、はい、我々よりも、はいはい、これでうまくいくって何かを信じるわけじゃないですか何かを信じてます、はいはい、でそういうのは多分人それぞれあると思うんですよね最初何信じてますなんか行動とかじゃないですか行動これやればこうなるみたいなのあるわけじゃないですかそのあ自然法則は法則ですはいはいだからそれってまあ別に神的な存在じゃなくてもあるとは思うんですよみんな何かしら信仰がなるほど、はい、そうですね、はい、本とかの人もいるかもしれないですよ知識みたいな人もいるかもしれないじゃないですかあなんか急にエニアグラムっぽくなりましたねはいあやさんが何か信じる必要がありますかなんかそういう人はでもなんか知識を信じてたりするわけじゃない信じてるんでしょうと僕も思ってますけどね、はいはいはい、